さあやってきましたよ。ということでね、天保山までやってきましたね。大阪港からまあまあそんなに離れてないんですけどね、そのまま終点まで来て、そうね、天保山なんか結構聞き覚えあるなと思った。あれですね、あの日本一の山なんですね、この山。なんかこれ日本一の山ということで、まあ、せっかくなんでね、じゃあ日本一の山ちょっと登頂しとこうやないか。まあちょっとね、私もね太ってしまったんで、何で日本一なのかよく分かってないんですけど、なんか天保山すごく有名らしいです。確かに名前聞いたことあるんだよな。でここは海遊館ですね。そう、海遊館の目の前にね、実はね山があって、それも日本一の山ってことなんでね、さあ一体どんな山なのかってことなんですけど、私初見殺しと言いますか、普通にこれ手前のハーバー、天保山ハーバーだったかなとかっていうバス停があって、そっちの方で降りた方のが便利らしいです。で海遊館とか、大観覧車とかいろいろある方はそっちの方から、行った方がいいみたいです。そこからこっちの方はちょっと坂に近い方なんで、ちょっと離れてるし、その天保山の山の方からも離れてるみたいですね。まあ今のところね、その日本一の山、ちょっと姿が見えないんですけどね。いやー、まあ、日本一の山なのに、まあ私もね、ちょっとね、今日はね、結構エレベーターとかいろいろ使ってね、ラックしちゃってますからね、ちょっとね、やっぱり登山しないといけませんからね。思い立ってしまったんでね、こうじゃないかと。どれくらいの人が知ってんのかな、天保山って。西日本の人なら、まあ、まあ確実に知ってる山だもんな。うん。どこなんだろうね。当然ですけど、私も名前は聞いたことあるけど、行ったことねえんだよな。で、すごく観光の方多いのね、ここ。びっくりした。まあ、海遊館とかもあるし、ハーバーになっておって、船着き場とかもあったりするんで、その兼ね合いか。実は、系統バスもあそこはね、30分に1本でしたけど、他のところから来る、難波の方とかから来るやつは結構バンバンが来るみたいですね。ここは実は一大、観光拠点になってるみたいですね。まあまあ、それ海遊館もあるしね。スーパーナショナル、すごい、聞いたことない。あ、昔はパナソニックじゃなくてナショナルやったよな。絶対関係ないけど、ちなみにうちの電子レンジは未だにナショナルですからね。一体いつの電子レンジだよあれ。昔はナショナルってブランドだったんですよね、パナソニックは。うん、ちなみにその行ってきたところは、言ってその結構あの高い橋のところをね、ストーンと抜けて走ってきたりするんで、結構見応えあってよかったですけどね。普通に当たりだと思う。じゃあ、それから大観覧車ね。まあまあ、観覧車でね、高いところを見るのもいいですけど、やはり日本一の山からね。まあ、見下ろすのもいいじゃないかと。なんかそっちの方に行く人極端に少なそうなんですけどね。おかしいな、日本一の山なのにな。そもそもどこにあんた、その日本一の山はね。よいしょ。どこまで茶番やるこれ。ていうか本当にどこにあるんだろうね。案内あんまし出てないんだね。これは完全に住宅団地やもんな。そこ渡ってった方のがいいのかな。この辺りコースコとかもすごいですよね。結構団地があって、っぽいけど、いや
やっぱ日本一の山登ってね、日本一目指さないといけませんからね。なんかね、底辺 YouTuber にね、非常にね、ふさわしい日本一らしいですからね。一体どこにあるんや。ここね。こっちなの？公園として整備されてるらしいですけどね。それはきっとね、日本一の山をね、公園にしてるんですから、相当でかいはずですからね。もうこんなね、公団住宅とかね、結構高いな、この公団住宅。高そうやけど。いやいや、こんなのね、夢じゃないですよ。もう大阪をね、きっと一望できる。しかも天保山ですからね。天保なんて、あれですからね。天保って言ったら、麻雀のね、薬満で言ったらね、すっごい出る低確率の 0.00003% でしたっけ。ね。そんな山ですか、きっとありがたいに違いない。どこかな、まあ、ちょっとここら辺り低いですからね、きっとちょっと登ったところとかから見たら山が見つけれるんじゃないかな。もう近くだと思うんですけどね。なるほどな。とりあえずあれ登ってくか。この辺りとかも大阪のマークやって、何税関、大阪市だよなこれ。あ、消防か。こんな海際にあるんや。わあ、南海橋とかも、南海橋の名前は海遊館になってますね。あ、でっかい観覧車があるよ。いや、でもね、そんな、人工的な建物かな、天然のね、自然のね、日本一の山に勝てるわけないんですから。よし。で、天保山で、よし。ちょっとそこから山を探しましょうか。